はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。松でございます。ということで今回もですね、メインストーリー6章冥府の番人の続きやっていこうかなと思いますが、いやまだイデア氏は出てきてません。NRC トライブが反省会をしているところで終わったんですけど、ビル様がね、あんな本当真摯に謝ってくれるなんての本当なかなかなくて、ちょっと記録として残しておきてよってちょっと私の本当ね、しょんぼりしてる男性とか、もう泣いてる男性が本当たまらなく好きなもんで、ね、私は本当ちょっと性癖歪んでるもんで、だからね、ちょっと、これから6話目ですかね、6話目も多分 NRC トライブの話かなと思うんですが、まあ、一応ね振り返り実況なんでネタバレどんどんします。足からずご了承くださいませ。ただね、バトルも今後あるんですよ。おそらくあのカローンがね、聞いてしまうところなんじゃないかなと思っているんですけれども、はい、6話の発行八角エフォードかな、はい、見ていこうかなと思います。あービル様の言葉にみんなちょっと、あージャミルバイパーくん、やっぱジャミルバイパーくんいっぱい出てきてくれて嬉しい。あー開口一番こうやって喋ってくれるのすごく嬉しい。はい、うん、そうですね、確かにネージュリュバンシェのね人気は相当なものですからね。はい、ステージで全力で、もうね、ジャミルバイパクこういう時ちゃんとね芯を食った言い方するのすごい好き。うん、うわー、分析力がすごい。ジャミルバイパクやっぱりかっこいいな。ジャミルバイパクはジャミルの言う通りだほらでもカリムがジャミルの言う、もうジャミルの言うことが何でも OK っていうね、ほんとね、優しいカリムくん。ネージたちの、ネージたちなり、確かにね、そうなんです。あ、これあれかな、ネージたちのなんかちょっと昔の頃を話すやつかな。動揺して強い人の言葉を使ってしまったけど、はい、うんうん、そうですね、ちょっとね、あの気絶させてちょうだいって言ってるぐらいね、はい、暴言を吐きそうな、はい、ビル様にはなってましたけれども、うん、確かにね、それぞれの努力があるんですよね。そうなんで、もう本当にね、ネージも可愛い子でね、うん、あ、やっぱり言ってくれるかな、ここね、はい、うん、あ、ルークは知ってるよね、きっとね、はい、みんなここで初耳って、はい、家の掃除をしなくちゃと、うん、ああそうだよね、偉いの、もうほんと家のことしながらレッスンもしてね、こうやって芸能活動してすごく素晴らしい、うん、才能に甘えた人間、ああそっか、早く帰りたいって思っちゃったってこと？うん。はい。ABC に一緒に出演していた。うんうん、あ、そうなんです。スニック、ドミニクとかスニックたちと一緒に、あ、最初から暮らしてたんだっけ？彼らと肩を、うん。ああ、支え合いながら泣いちゃう。もうそのエピソードだけで泣いちゃうんですけど。親御さんたちはもしかしていらっしゃらないのかな？え、それともなんか児童養護施設的なそういう感じなのかな。ああ、うわあ、押しちゃうね、ジュリュバンシェ。うわあ、ちょっと待って、そのエピソード聞いちゃったらもうネージ押しちゃうじゃん。なんていい子なんだろうネージュって。そうだよね。いや、そう考えるともほど恵まれておりますみんな。そうだよね。どんなね、どんな境遇があったのかちょっと存じ上げませんが。そうなんだ。あ、そうだよね。ルクハンなら絶対調べ上げて知ってるよね。あ、やっぱ知ってた。知ってました。はい。そうだよね。うんうん。そうな。ああ。だからこそ。そう、あんな辛いこと、そんな辛いことがあったのに、あんなに笑顔で素敵な、そうだったんだっけ。いや、めちゃくちゃいい人じゃん。もうちょっと待って、うん、それも、そう、なんで知ってるの。調べ上げたの、ルークは。うん、あ、そうなんだ。まあ確かにね、会員ナンバー000002だから。全額寄付されたと人づけ。もうルークハンなら知ってましたわ。うん、あ、そうなんだ。子供たちのために、今回の賞金もねえ、ほんとカーリム君、ちょっと待って、優しすぎない、用のものすぎない。あ、ため息、ため息ビルシェンハイトです。もし VC 以前にネージーたち、うん、でもね、私はどっちにも入れたい。自分のチームに投票できた。
同情という空間を通さず、いやメディアではね知らされてないその情報をね一切公開されていない情報を教えてくれてありがとうございます。もうちょっと揺らぎそうです私。そうだよね、カリム君優しい子だから、カリム君はもしかしてロイヤルソードアカデミーに入れちゃったかもしれない。そうだよね、いやそれもねカリム君の優しさなんですよ。ああエーストラッポラってこういう男、はい、ああそうですよね、さすがトラッポラちゃんと冷静に、見てくれています、ありがとうございます。はい、もうトラッポラってねそういう子なの。うん、はい、うん、そうです、ああそうだよね、いろんな物語を背負うそれぞれの物語があるよね。私はジャミル・パイパー君の生涯を見たいかななんて一生涯を見ておきたいかななんて思っておりますが、うん、そうだよね、ああしょんぼりしないで、はい、うん、そうですね、まあ確かに万全の体制じゃなかったっていうのが一番のやっぱりね、はい、ああそんなそんな、ビル様はね本当極限状態、ああ償わせてほしい、はい、うん、償いってちょっとあの話聞くだけ聞きますよはい、覚えてます、はい、ちょっとマネに釣られちゃって、はい、うん、プロデビューのチャンスありっていうのもなかなかね、嬉しいお話ですよね、はい、その煽り文句はい、ちょっと金目当てで応募しちゃった、私のせいで逃した優勝賞金500万マドル、はい、うんうん、あ、これあれですね、覚えてますそうですね、いやもうビル様、ビルシェンハイトにとってはヘデモネ金が、あ、アジーム家も驚いておりますはい、終わりました。でもアジーム家にとってもヘデモネ金額なんじゃないかなって思いますけど、一応驚いとくかみたいなこういうそういうねスカラビアコンビが私は好きです。とりあえず次が7話ですね。7話の、なんて書いてあった？あ、はい。色をダイレクトですね。色をダイレクトを見てみようかなと思います。500万マドルをみんなで分けようっていう話。あ、いらねじゅうた、かわいいヘペル。はい。あ、そっか。1ヶ月拘束って考えると、ああ、まあ、そっか。芸能人のギャラとしては、もしかして、まあ、500万割る何人 ?7 人まあ、何十枚はちょっと計算できないけれども。まあ、莫大な金額ってわけではないのかな。いや、でもね、学生にとっての何十万ってなかなかですよ。よし、はい、カリム君。あ、カリム君。やっぱりね、スカラビアの2人は開口一番が多いですね。はい。俺は負けた責任がビルにあるなんて、うん、はい、あー優しいカリム君、そういうところ優しい、ちゃんとねそういうことを一言を最初に言ってくれるカリム君が優しいの、あー優しいカリム、そういうところが本当に好き、あーそしてカリム君嬉しい、ちょっといつでも泊まりに来たっていいんだからね、カリム君そうやってもう寄付してくれるんだったらもうスカラビアのターンです今、うん、あ、そうと言えばそうかも、 ありがとう、いやそしたらネージにも感謝せねばねっていうね、もうありがとうカリム君、はい、あ、すげえびっくりしたな、びっくりしたことを教えてはい、あそうだよね、ごめんね、あ、チーム家と比べたらねえ、そちょっと本当に至らないところがいっぱいでごめんね、うん、あ、そうな、そんな、もうちょっとご子息にそんなことを強いてしまった、ごめんなさいね本当に、うん、風邪ひかなかったかしら、あーそうなんだ、ごめんねおんぼろすぎて、本当にそれは否定はしない、うん、あ、ごめんねジャミル・バイパークも隙間風、寒かったでしょ、ごめんね本当に、うん、ありがとう、いや本当にそう言ってくれるだけで嬉しいです、あー私も楽しかった、スカラビアの二人と一緒に1ヶ月間合宿できてすごい楽しかった毎日いてほしい嬉しい、もう本当にね名残惜しくて、もうみんながいなくなったのすごい寂しくって、本当にもう本当にいつでも来ていいからね、あ、ジャミル・バイパー君も、はい、あー嬉しい、ちょっと待って、ジャミル・バイパー君も、じゃあちょっと待って、その、あー嬉しい、そのお金で私ジャミルの銅像を作ります、ネージュに勝てなかった、うん、いやそんなことないよ、あーそ、もうちょっとエーペペもそうやって男気見せちゃうんだからすごい素敵、はい、
そうだよね、ビールさんの気持ちも分かってあげて。もう本当に辛かったの、エコサージしまくって。お金はもらう。はい、うん、そしてあーへーぺーぺー、嬉しい、大好き、そういうとこ。もうちょっと待って、いっぱい修繕できるじゃん。びっくりした。あ、確かグリムのことも思ってくれて嬉しい。一年ず、一年ずの絆が今垣間見えました。はい、あ、でも大丈夫、トラッポラ、そんなことないよ、大丈夫大丈夫。そうだよね、ねえ、ディラさんをね楽にさせてあげたいよね、ジュース、大丈夫大丈夫、そんなそんな、あの強制じゃないから本当に。うん、あー、ありがとうございます。そう、それでもいいんですよ、もちろん。はい、うん、そうだよね、お金目当てだったもんね俺らね。わかるわかる。そういうね、そういう関係も好きです。あー、迷ってくれてありがとう、迷ってるくれてるだけで私は嬉しいの、ありがとう。はい、ね、いや、ハーツの2人までそれでいいのよ。うん、本当に、そう、もともと賞金目当て、我ら4人は賞金目当てで。ほら、グリムなんて高級ツナ缶をね、あの、食べてっていう意思だけでね、参加したから。はい、そんなことない、もうみんな許してる。私は最初に、賞金の山分けという、はい、そうですよね。そう、私もそれでホイホイついてったんですけれども、Y 監督生もね。これが今の私にできる最大限です。、うん、はい、ありがとう、本当にビル様嬉しい。胸を張って、あ、確かにね、ありがとうございます。だからトラッポラ、デュース、ちゃんと受け取って、それは。はい、あー、熟慮してる、わかりました。あ、点がいいですね、点がいいですね、この。受け取ってく、あ、はい、どうぞどうぞ。ね、ちょっとね、あの、皆様の、ご支援で、綺麗になったオンボロ寮には遊びに来たっていいんだよ、いつでも。はい、あ、嬉しい、ありがとう、ルクハン、もうめちゃくちゃもう溜まってんじゃんかで、ありがとう、いっぱい修繕できる、嬉しいです。ああ、そう、もうそう言ってくれて嬉しい。はい。確かにね、まあ、とりあえずちょっとシャワーが水出ない問題はね、早急に直していただきたい。うん。あ、そうだね。なんなら本当にスカラビア寮みたいにしてってくれたって。いいんですけれども。うん。もう完全に、もうカリブアルアジーム柄になる。うん。あ、そうですね。ちゃんとそういうとこ考えてくれてる。ありがとう、ジャミルバイパーク。うわ、もうスカラビアの2人が率先してちゃんと考えてくれてるの、素敵ね、素敵なリフォーム。はい、うん、はい、あ、ありがとう、もうそういうとこ俺らマブだよな。うわ、ありがとう、デュー君も、うわ、2人嬉しい、もう本当に本当にみんなありがとう。もういつでも来てくれていいから、でもこうやっていつでも NRC トライブで集まろうぜ、もうなんならほんと毎日。毎夜でもいいから。終わりました。いや、素晴らしい絆を見せてくれました。次がバトルですね、次来ますね、あれがね、あいつらが来ますね。はい、ということで8話の円満トライブを見ていこうかなと思います。本当にね、 NRC トライブ円満大団円っていう感じです。はい、話がまとまりました。はい、あ、何でしょうか、気になってたんですけれども、はい、うん、やっぱネージュの影の努力、いやー、でもね、ルクハンはそういう、うん、そうだよね、そんなことないって言ってたもんね。ネージュ推しだからってネージュに入れたわけではないって言ってたもんね。そうだよね。いや、本当にルークハントってそういうちゃんと、あの、ちゃんと芯はあるんですよ、この子は。はい。そうそう、ガチファンなんですよ。はい。いいえ。うん。違うわ。はい。あ、違う。冷静に、うんうん。ステージの上のパフォーマンスのみを評価したのは、はい、あ、そうなんだ。むしろ逆に？ええー。あんたは気づいたんでしょ、はい、あ、何を気づいてたんですか。はい、リハーサルの時と比べ物にならない、そっか、あ、万全じゃなかったっていうのが、ルークハントはしっかり感じてたっていうことなんですね。正直に言って、うん、はい、正直に言って、あー、やっぱりそうなんだ、私の、あー、そっか、それが、あ、なるほどね、あ、そっかそっか、ずっと見てたからってことか。君たちの汗、うん、はい、涙、うん、笑顔、あ、それをずっと見てても素晴らしい、本当に。最前列一番いい席でね、拝めたっていうことですよね。はい、うん、そうだよね、あんなもんとジャガイモって言われてた子たちがね、あ、そうなんだ、やっぱりくすんでしまってたんだ、どうしてもね戦ってたから、あー、そっかそっか、そうだよね、本当はこんなねえ、あー、もっとね俺らはできるんだぞって思ってたけれども、どうにもこうにも体が動かなかったんだ、そうだよね、
確かにボロボロだったもんね。褒めてくれだっけ。うん。確かに。舞台から降りた時、今までで一番いい芝居したパフォーマンスだったって、言ってたもんね。方言出てるよエペル。はい。確かにルークは。はい、あ、確かに素晴らしいパフォーマンスって言ってくれましたよね。はい、あ、回想シーンかな。はい。君たちも、うん。今までで一番、はい、ありがとう。あ、でも一番いいパフォーマンスではいなかったっていうことなんですかね。最高に美しいと。はい。ああ、そっか。だからその時点でも、ルークはノイラルソードアカデミーに入れようと思ってたってことなのかな。過去最高のパフォーマンスができていないと分かっていた。はい、うん、あー、そっか。あー、嬉しい。これこそルークハントの優しさということですね。あー、ありがとうルークハント。いや、特にルークハントってもう本当にこの5章で好感度爆上がりになりますよね。本当に好き。もう私、5章を見るまではルークハントそんなに、あ、なんかちょっとおかっぱの子だななんて思ってただけだったんですけれども、もう5章以降のルークハントの活躍ぶりがすごくえぐくって、いや、もう本当、あ、このね、開口一番のところもいいですよね。もうモノマネしてくれるとこじゃないこれね、ビル様。もう本当に、あか、もうそうやって可愛い。そしてここで、あれが来ますね。あ、やば、来ますよね。ここめっちゃ覚えてる。はい、もうここなんでモノマネしてるときにここに来ちゃうんだよって、すごい生き取った記憶があります、ここ。あー、もうちょっとねえ、もうたビール様のモノマネ見たいんですけど。はい、みんな窓の外を見て。はい、 あれですね、カローンですね、来ましたね。はい、本当にね、最初見たとき誰だ誰だって思った。うん、そうですよね。いや、誰だ、本当にね、もう未知の生物やってきたぞっていう感じしましたよね。ねえ、ほんと、目で激強のボスが来たんじゃないかなって、ボス戦なんじゃないかなって思いましたよね、ここね。はい、みんな伏せて。はい、スカラビアの二人はね、気をつけて。はい、窓から離れて。はい、そしてカリブ君を守って。ジャミルバイパー君、今すごいいいシーンだから、ここいいシーンだから。これめっちゃ覚えてる。あ、松、大丈夫かな。ありがとうございます。私は大丈夫。はい、わ、怖かったよね、これ最初見たとき。ほんと、何かロボットかなって思いましたよね、最初ね。あー、ここいいとこ、ちゃんと注射してるの。ジャミルバイパー君、もうそうやってカリム君のこと守っちゃうんだから、もうジャミルバイパー君ってそういうとこあるよね、やっぱりね。有事の際にはちゃんと守ってくれるよね、ジャミルバイパー君。いや、本当にこのシーンは素晴らしいですよね。あ、ここもかっこいいの。本当にビル様の領長がかっこいいの。はい、カリム君も言ってくれるよね。うわ、かっこいい。そしてここでね、赤、かっこいい。もうちゃんとね、ちゃんとこういう時注射するの、はっ、だって、はって言ってくれるジャミルバイパー君を拝めるだけで、私は本当にすまん。このショー最高だなって思いました、最初から。はい、ということでバトルですね。はい、ということで終わりました。今日ここまでにしておこうかな。なんかバトル続きそうなので、とりあえずね、主従関係スカラビアが見れただけで私は大満足です。はい、また時間が空いた時に続きの方を見ていこうかなと思いますので、お時間が空いた時にご覧いただければ幸いです。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ウポマツです。